今回からおひさま市の栄養士そして野菜ソムリエの荒谷さんと一緒にお届けしていきます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや店内結構4月に入ってから春めいてきましたね。そうですね、何もかも新鮮でワクワクしますね。新鮮といえば、はい、おひさま市にも新鮮な野菜がたくさん並んでますよ、うん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 、この春のお野菜ってどれぐらいまで楽しめるんですか？そうですね、4月いっぱいは十分楽しめると思います、うん、まだ1月ぐらい楽しめるんですね、はいはい、じゃあそんな詳しい春のお野菜の値段から見ていきましょう。はい、ふきですね、はい、ほろ苦さと香りが人気です。日本の代表的な山菜の一つになります。200円ですね。タケノコですね、いよいよ出てきましたね、はいはい、先週よりたくさん出てきてますよ、うんうんうん、500円から1000円中ぐらいで800円くらいですね。たくさん出てますのでぜひ食べてみてください。タラの芽なんですけども先日ぐらいから出てきました、うん、天然物は4月から6月程よい苦味と香りが大変人気ですね、うん、アスパラ体を元気にする優れものになります。たくさん食べていただきたいですね。次にわけぎ、香りが高く甘みがあって先日も、ご紹介いたしましたけどぬたとか味噌あえに美味しいですね。だいぶお値段も下がってきましたよ ね、はい、ね、70円のものとかもあったりして、はいはいはい、そうですね、まあ、だいたい90円ぐらいになってます。100円切ってますね、うん、お得ですね、はいはい、ここで新谷さんのベジタブルチェック。さあ今回のお野菜はこちらです、はい、イタドリですね、うん、イタドリは産直ならではの食材になります、うん、スーパーではあまり売ってないですね。はい、見かけませんね、うん、高知県では郷土料理として食べられているそうですよ。そしてアク抜き方法をご紹介いたします。まずこの皮をピーラーで剥いでいきますね。包丁だとあまり剥けないんですか？はい、包丁よりかピーラーの方が剥きやすいと思います、はい、でピーラーで剥いてで沸騰したお湯で 2,3 分茹でていただいてそして、少ししなっとなりましたらそれを水にとっていただいてで一晩冷蔵庫で水につけたものがこちらになります。これをお料理に使えますのできんぴらとか、あえ物に美味しいですよ。いろんなお料理に使えるんですね、はい、そうですね、はい、ちょっとシャキシャキっとした歯ごたえで香りが少しあって美味しいですよ。今しか楽しめない春の味覚をぜひお家で楽しんでみてください。はい、今日から新谷さん料理作る際にね登場してくれましたけれども、うん、変わってましたね、ワンポイントアドバイスから。そうですね、ちょっとリニューアルして、はい、でも春のお野菜いっぱいでまだ1ヶ月ぐらい楽しめるんですね、うん、そうですね、まあ、今しか、ね、うん、味わえないので、はい、ぜひ皆さんも参考にしてみてください。